まあ、昨日のライト前も強烈でしたけど、あれがこうヤシの正面に来たらどうなるんだろうっていう、本当に守ってる人たちのこう心配をしなきゃいけなくなるぐらい。宿命のライバル韓国戦、終わってみれば13対4と大差で勝利となりました。はい。まずは率直な、感想いかがですか？まさかですかね。まあ、コールド勝ち寸前まで行きましたけど、もう少しこう競ったゲームになるのかななんて思ってましたね。始まるまでは。やっぱりこう日韓戦独特の雰囲気みたいなものは特いや、に。もう試合前からなんか映像を通しても感じてましたね。侍ジャパンの選抜はダルビッシュ投手でした。3回を投げて48球、被安打3、奪った三振は2つ、3失点という結果でしたが、投球内容を振り返っていかがでしたか？まあ、非常にこう、まあ、責任感というか、そういうものをこう背負ってマウンドに立っているように感じたんですけど、非常にここまで調整難しかったと思うんですよね。そんなに実戦でほぼ投げてないので、こう経験豊富なダルビッシュ投手ですけど、まあ、やはり本番っていうのは非常に難しい登板になったんじゃないですかね。これがこうまだこうオープン戦でも1試合2試合投げられていれば、もう少し変わったのかなとは思ったんですけど、本来のダルビッシュ投手の投球内容ではないにとはいう印象ですほど遠かったんじゃないですか？かね。そうですか。スピードも出てましたけど、まあ、ストレートの状態もあまりいいようには見えなかったですし、まあ、そこはまあ、変化球というか、ピッチングがうまいダルビッシュ投手なので、なんとかその、スライダー、まあ、ツーシームを使いながらうまく抑えていた感じだったんじゃないですかね。まあ、点は取られましたけど、どうな、本当にもう何度も言ってますけど、まあ、紙一重だったのかなって思いますね、内容的には。そのダルビッシュ投手が3点を取られた3回裏の攻撃、侍ジャパン、これは見事でしたね。まあ、取られた直後に取り返してくれて、まあ、さらに逆転してくれたということで、まあ、ダルビッシュ投手にとっても、チームにとってもいい攻撃になりましたね。源田選手のフォアボールから始まって、吉田選手の逆転タイムリーという流れでしたが、この怒涛の攻撃といいますか、改めてポイントを挙げるとしたらいかがですか？ポイントですか。まあ、8番、9番、源田選手、中村選手がフォアボールを選んだところですかね。キム・グァンヒョン投手が、初回から、飛ばしてですね、まあ、ストレートも速かったですし、スライダーも切れてましたし、このゲーム難しくなるかなっていうところだったので、あの2人がしっかり球数を投げさせて、フォアボールを選んだっていうのが非常に大きかったんじゃないですかね。今日はその大谷選手、ダルビッシュ投手、非常に注目が集まる中、その近藤選手ですとか、吉田選手、ヌートバー選手などの活躍が目立ったかなと思いましたが、いかがですか？いや、まあ、昨日も大谷選手が目立ってましたけど、しっかりその前後を打つ選手だったり、しっかりこう守ってくれる、野手だったり、本当に、まあ、まんべんなくと言いますか、まあ、その中でちょっと、まあ、当たりが出てない村上選手の状態は心配なんですけど、でも、その村上選手の分も他の選手がしっかりカバーできてますよね。昨日も今日もいい試合だったんじゃないですかね。ちょっとその心配な村上選手ですが、今日の試合でですね、3回と7回、満塁の場面が2回、
回ってきました、はい、しかしいずれも結果を出すことができなかったんですよね。明日以降の打順の変更などはこれありえるんでしょうか。いやーないんじゃないですかね。はい、この流れで村上選手に当たりが戻ってくると本当に怖い打線になるんじゃないですかね、はい、その復調のきっかけをつかむために必要なこととかって何かございますか。その打者としての感覚というのはそれこそ、まあ、大谷選手だったり吉田選手あのいろんな選手にあの、まあ、何かこうアドバイスを求めてるかもしれないですね、うん、あの結果出してきている村上選手ですけどあの当然こう苦しい時期もあの過ごしてきていると思うのであの、まあ今までの経験からこう、まあ、なんとか対処しようとしているところなんじゃないですかね今、はいはい、そして今日の大谷さんですけれども3番 DH での出場でした、はい、バッティング内容を振り返っていかがでしたか。いやとにかくもう常にあの塁に出てるあの人打ってるってイメージしかないですよね。うん、本当にあの打線の中でも、特別、まあ、際立った、まあ、存在感というんですかね、まあ、それをしっかり発揮してくれてますよね。中でもやっぱり5回と6回の、まあ、ライト線に抜けるツーベースですとかライト前に向ける、はい、ライト前のタイムリーですとかね、はい、あの辺の打撃といいますかその打球の鋭さみたいなところ、はい、いやー、はい、まあ、見ててもですね、まあ、昨日のライト前も強烈でしたけどあれがこうヤシの正面に来たらどうなるんだろうっていう本当にあの守ってる人たちのこう心配をしなきゃいけなくなるぐらいもう強烈な打球ですよね、まあ、右側に守ってる選手ですよね、まあ、とにかくうーんやっぱりどこかにこう、まあ、怖さというかうーん強烈な打球が来てもいいようなこう準備をして常に守ってるんじゃないですかね。いやファーストとかは本当に怖いと思いますよ。本当に怖いですよ、ね、今日のあたりなんかもまあこう大谷選手の中ではうまくこう角度をつけられなかったっていうんですかね、はい、とにかく強烈な打球でしたね、はい、ダルビッシュ投手の後は今永投手そして宇田川投手松井投手、はい、高橋宏斗投手という系統になりました、はい、それぞれのピッチング振り返っていかがですか。まあ、あの WBC はあの、まあ、第2先発のことをあのよく、まあ、言われるんですけど、うん、まあ、今日の試合に、今日の試合もですね結構ダルビッシュの投手に投げた今永投手の役割、活躍ぶりっていうのが、まあ、一つ大きな試合のポイントになったんじゃないですかね、はいはい、その役割というところもう少し詳しく教えていただけますか。どういう状況で登板するかにもよるんですけど、まあ、今日で言えば、まあ、3回にダルビッシュ投手が失点して、まあ、チームが逆転してくれて、チーム日本の、いい流れをこうキープしなきゃいけないし、やっぱりダルビッシュ投手を攻略した韓国打線の勢いも止めなきゃいけないっていう、はい、そういう役割があったと思いますね今日は、はい、その役割を見事やってのけたということですよね、はい、非常にあの大きなポイントになったと思います。やはりこの1次ラウンドではその第2先発と言われる投手の役割って非常に重要なんですかね。で第2先発をやる、まあ、投手の人たちがほとんど、レギュラーシーズンでは先発をしているので、はい、ただ単純に2番目の先発っていうわけではないんですよね、うん、普段と違う、仕事をしなければいけないので、これはあのー、周りが思っている以上に難しいことだと、うん、僕は思いますね。まあ、僕も経験してますけど、はい、僕にとっては非常に難しい、まあ、ポジションだったので、はい、それを、本当にうまくというか、周りに求められる結果を出している今永投手、うん、すごいと思いましたね。明日はチェコ戦です、はい、侍ジャパンのキーマンキーポイントを教えてください。
まあ、先発の佐々木朗希投手、もう強化試合では、もう文句のないピッチングをずっと見せてくれているので、明日も、そう期待したいですね。まあ、チェコは今日勝ちましたけど、まあいい勢いはあると思うんですよね。やはり、はい、まあほぼじゃないな、まあアマチュア軍団って言われるぐらい、普段こう野球以外の仕事をしてる人たちばっかりがあのメンバーいるんで、チェコは、はい、でも今日明日はすごくいい雰囲気で臨んでくるとは思いますけど、佐々木朗希投手を攻略するのは難しいんじゃないですかね。はい、なので、まあ、もちろん日本が勝つことを一番に応援してますけど、はい、明日もいい試合になることを、楽しみにしてます。はい、明日は松坂さん、テレビ朝日の中継の解説をされるということですよね。はい、明日、はい、明後日と、はい、解説します。はい、まあ、佐々木朗希投手も言いましたけど、まあ、先ほども名前出ましたけど、当たりの出てない、村上選手、なんかこう、良くなっていくきっかけを掴んでほしいなとも思いますね。はい、それでは今日も最後に、深夜の配信にもかかわらずこの動画を見てくれている視聴者の皆さんに一言、はい、メッセージをお願いします。はい、今日の試合もですね、こうたくさんの方に、侍ジャパンの応援をしていただいたと、思いますけど、まだまだ戦いが続くので、明日も侍ジャパンに熱い応援、そして終わった後の、この配信もですね、楽しみにしていただけたらと思います。はい、明日もよろしくお願いします。